この時間は雑誌週刊文春電子版デスク村井玄さんに今日発売された週刊文春から記事をご紹介いただきます。村井さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいます村井さんがデスクを務める電子版週刊文春の記事一日早く読めるんですよね。はい。えー、雑誌発売の前日の正午には記事を配信しておりますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。はい、ではまずはこちらから。 派閥パーティー権裏金疑惑安倍派現役幹部が激白森吉朗さんからすべて始まったんです。自民党の最大派閥安倍派が政権から一掃されようとしています。問題となっているのが、派閥パーティー権をめぐる裏金疑惑ですが、村井さん、現役幹部の激白というのは、これはどういう内容なんでしょう。はい。まあ、この問題ね、かなり大きくなっていて、はい、もうなかなかちょっと。 かなりまずい問題になってきてるんですけど、ええ、その中、週刊文春がですね、あの、安倍派のですね、現役の最高幹部の一人に取材することができまして、はいまあ、その方からですね、詳しい内情というのを聞き出すことができたと。で、この方は、匿名を条件にいろいろと話をしてくれたんですけれども、そのやはり昔からですね、この、まあ、安倍派、まあ、和会の中で、こういうしきたりがあることは知っていたとはっきり言っていました。はい。 で、あの、まあ、ノルマを超えた分ですね。まあ、これをですね、この方は薄い封筒に入れて、実際にお金を現金で返してもらったこともあるんだと。<う>ま、こういうことも打ち明けてましたね。はい、で、やはりその国会議員としてですね、まあ、ポジションが上がっていくにつれて、自分のネットワークっていうのは広がっていくと。ええ、すると、それに伴ってですね、いろんな団体とか企業側から、ま、買いますよと言われて、派閥のパーティー券もどんどん売れるようになったんだと。うええ、まあこういうような流れがあるということも語っていましたね。はい やはりそのこれはですねあの本当にもう、清和会、まあ、安倍派の中では長年、状態化していたことだというふうにも言ってまして、えー、でこれはどこから始まったかというと、その森喜朗さんからすべてが始まったんですと、えー、まあこういったことを語ってました、ねえー、森元総理からということなんです、これ、詳しくはどういう状態なんでしょう、はいあのーまあ、今の安倍派、つまり清和会ですけれども、えー、まあこれのまあ、あのー、今の清和会の創設オーナーというのは、実は森元総理でして。 まあ当時ですね、まだそのできたばっかりの時は民間企業からも相手にされずですね、ええ、まあ所属している議員も有力とは言えない、まあそういう派閥だった、はい、まあところがですね、あの森さんが会長だった時代に小泉純一郎というですね、もう圧倒的国民的人気がある、まあ総理大臣が生まれたと。はい。でまあそこから政和会の勢いっていうのは一気に拡大していったというまあ歴史があるんですね。 で、まあ、あのー、森さん、政治家はすでに、まあ、引退しているんですけれども、まあ、あのー、未だにですね、創設オーナーとしては強い影響力を持ってまして、うんまあ、特に2022年の7月にですね、まあ、安倍晋三元総理が亡くなってからですね、まあ、リーダー不在でまとまらない安倍派を、まあ、陰で操っていたというような存在になってますね。はい。 あとですね、2015年にですね、あの、高木さん、ええー、と、今の国対委員長、高木さんですけども、はい、ま、その方が復興大臣に就任した後ですね、福井の地元市がですね、あの、こんなことを報じたんですね。え<っ>大臣に推薦してもらうために、この高木市がですね、祖学前に頻繁に政治資金パーティーを開催して、この集めた4000万から5000万円の現金を、この森さんに献金したんだと。お まあこういった疑惑があることも報じられてまして、まあ、本当に森さんの何とていうか影響力はやっぱり強いといま、ええ、だにこのやっぱり森デという呼ばれる動きはまあ派閥の中でありまして、かなりまあご高齢で体調の問題もある中、はい、まあ相当ですね、ああ影響力を行使してるというのは事実みたいですね、はい、そして今回の記事では、4000万円をキックバックしたとされる谷川弥一衆議院議員について、詳しく書いてありますよね。<laughs> はい。まあ、この方ね、テレビに出て、あのー、記者団の前でですね、はい、なんか頭悪いねと、逆切れみたいなことをしてね、えー、ま、品色を買った方ですけれども、えー、まあこの谷川氏の元にも当たったとされる4000万円を超える裏金ですが、はい、まあこれ一体何に使われたのかということで、まあ、今回谷川氏の資産を精査したところですね、えー、なんとこの議員の在任中に株の売買を繰り返していることが分かった。えー、で、これ保有していた株式の時価総額はですね、およそ3600万円だと。はい。 これ金額がですね、まあ4000万円の裏金とちょっと近いと。そうですね。で、これ仮にです、この裏金としてキックバックしてもらったものがこの株の売買になってたとすると、ええ、ちょっとこれはありえない事態ですので、はい、あの、一体どうなんだということで大量の株購入の原資は、このキックバックした裏金ではないのかということを事務所に聞いたんですけれども、回答がなかったんですね。回答なかったんですかなかったということなので、ええ、果たしてこれ大丈夫なのかというのはちょっと、 あの問題としてて、ね、くすすぶってますね、はい、さあ続いてはこちら「独占告白150分スタート福田新社長はなぜ真っ先に『文春』の取材を受けたか?」 先週旧ジャニーズ事務所からタレントのマネージメントを引き継ぐ新会社の社名がスタートエンターテインメントと発表されました代表取締役 CEO に就いたのが株式会社スピーディ代表の福田篤さんですその福田さん150分の独占インタビューを村井さんしたんですね はい。あのー、福田さんがね、まあ、社長になって侵害したということで、大きな注目を集めましたけれども、はい、実はあのメディアの一番最初に取材を受けたのは週刊文春だということで、はい、これまた非常にあの驚いたという方がいましたけれども、<っ>まあそんな福田さんにですね、いろいろとあの事情を聞くことができました。 で、今回のですね、まあ、旧ジャニーズ事務所の再出発したこのスタートエンターテインメントに、まあ、就任するにあたってはですね、ええ、まあ、前社長の藤島ジュリー恵子さんからの誘いがあったということを明かしていましたね。はい。で、当初はですね、この福田氏は社外取締役への就任を頼まれたそうなんですけれども、ええ、あの、その当時はですね、まあ、新会社の社長には、あの、スマイルアップの社長の東山さんが、兼任することになってたと。はいええ まあところがです、ね、やっぱりその保証の問題、かなり大きいということで、まあ、東山さんその保証問題に専念すると。ということで、新会社の方の社長はということで、まあ、当初はその社外取りということでまあ呼ばれていた福田さんに白羽の矢が立ったということなんですね。えー、で、まあでも最初は、ですね、まあ、こんな重責はとても無理だというふうに断ったというふうに福田さんは話をしてました、ねえーまあえー、一旦は断ったんですよね。断ったと。えー、どうして CEO に就任したんでしょうか。 はい。なんかいくつか理由があるというふうにおっしゃってて、まあ一つはですね、<っ>その東山紀之さんの存在なんだと。はい。で、実は福田さんはですね、以前に何かの雑誌でこの東山さんがですね、自分は90歳までタレントとして活動すると発言していたのを読んだことがあったそうで、はい。まあそこまでですね、あのー、一番大好きな仕事をやりたいと語っていた東山さんが、まあそれを辞めると。 で、この社長に専念するというふうに言ったことに、まあすごく仰天したと言ってましたね。で、まあだからそういうその東山さんの思いというものもあるので、まあやろうと思ったっていうのはまず一つと。はい。で、あともう一つがですね、また考えようによってはですね、こんなジャニーズという巨大なエンタメグループ。 まあこれは日本の宝ではないかというふうに福田さんは考えているというふうに思ってまして、はい、まあ今のですね、SNS 社会のキャンセルカルチャーの中でですね、こういうジャニーズがこう歴史としてまああの培ってきたこのエンタメの美しい文化をこれは絶やしていいのかということを考え直して、はい、まあ自分の力でですね、それをその継承していくためにまあ何かできるんではないかということを考えたというふうに話してましたね。はい。そうすると CEO に福田さんがつきます。今後事務所の方針に変化等々あるんでしょうかね。 はい。これは、あの、一番我々もね、気になっていたところなんですけれども、うん、福田さんがはっきりと言っていたのは、はい、あの、これまでジャニーズ事務所って、まあ、辞めた人っていうのは、あの、現ジャニーズの人とのその共演は NG だったりとか、はい、まあかなり厳しい制約のもとで活動せざるを得なくなってたと思うんですけれども、うん、あの、福田さんの対戦になった後は、事務所を辞めた人も、その自社のタレントと、まあ、共演しても全然いいよと。全く<ー>問題ない OK ですというふうに言っていましたし、スマップとか、 また元キンプリのメンバーとの,その共演というものも、そんなものは絶対にその制限は全くしないということははっきり言ってましたね。はい、あとはその SMAP、これ、再結成どうなんですかというのをちょっと聞いたところ、はあその、その人たちがやりたければ何でもありですよということも言ってたと。はい ただし、その結成、再結成のために福田さん自らが何かを仕掛けたり仕向けるってことはありませんと。あ,ええ、あくまでも自由にやってもらえるような環境を整えたいというのがまあ福田さんのお話でしたね。はい。まあ、それにしても、あの、新しいその社名、スタートエンターテインメント CEO 福田氏が文章を選んだっていうのは、これは光栄ですね。 いやもう本当にやっぱりその性加害の問題がですね「まあ、週刊文春」が始まったことなので、はいはい、新しい会社を始めるのはやっぱり「文春」のインタビューから始めるんじゃ<ー>のが一番いいんじゃないかというふうに判断したとお話ししてましたねさあそれでは最後はファンに衝撃が走ったこちら「m 1グランプリ3年連続準優勝人気お笑いコンビ和牛が解散。 一生2人でやっていこうと話していたのに一体何が2006年に結成され「m 1グランプリ」では2016年から3年連続準優勝という史上初の記録を残しているお笑いコンビの和牛水田さんと川西さんが解散するというニュースなんですが村井さんこれは驚きました一体何があったんでしょう まあこれ、仲がいいコンビというで知られてた和牛ですから、驚きでしたけれどもです、ね、まあ、実はです、ね、ツッコミの,その川西さんの方が結構です、ね、最近、心をまあ病んでいるというか、ちょっと落ち込んでいたということがあったそうなんですね。ええ、で、これ、何かというとです、ね、まあ、この m 1でまあ3年連続で準優勝って、これ、すごい記録だと思いますけれども、優勝はできなかったんだと。うん で、まあシルバーコレクターというふうに、まあ陰で言われていることですとか、ははい、まあそういうことを非常に気にしていたんだと。ええ、あとですね、まあそういうこともあった上に、えー、昨年ですね、コンビで唯一だったこの全国ネットの民放レギュラー番組のヒルダンデスを卒業したということがまあ,ありました。はい。まあこういったこともあってですね、その M1 にはもう出れないし、優勝もしてないと、で、レギュラーもなくなってしまったということで、かなり大きな心理的なダメージが川西さんの方にあったと。はい<ぁ>。まあそういったことがあってですね、 まああの、まあ川西さん、今の状態では、その、ものすごい熱量でこれまで向き合ってきた漫才ができないんだということを話していたと。ーーで、これあの、和牛って結構ものすごいストイックに漫才をやっていて、<っ>あの、楽屋のところとかですね、あと舞台袖でこう、匿名になるぐらいのこう議論をしたり、すごく熱を入れて漫才をやっているそうなんですが、まあこういう心理状態ではなかなかちょっとそれをやることができないんだということで、川西さんはですね、水田さんにちょっと漫才に支障をたすという理由でですね、まあ解散を持ちかけ そうなんですが、まあ、水田さんはまあ当然、解散という選択肢はしたくなかったということで、まあ、提案を断り続けていたそうなんですが、幹事さんああの,管理者の方がですが、ね、もう漫才ができないと、まあ、そこまでこうなってしまったということがあって、まあ、水田さんはです、ね、その相方の思いを第一に考えてです、ね、まあ、解散という選択肢をしぶしぶ承諾したと。 いうことらしいそうだったんですか、えー、あの吉本興業の公式サイトではボケ担当の水田さんの遅刻が原因とも書かれてるんですがこのあたりはどうなんでしょうはいまあ、これはもうですねまあ、ご自身 たちでねまあ、説明をされていることだとは思うんですけれども、あの実は遅刻というとです、ね、まあ、これ、3年ぐらい前のことということで、まあ、今回の発表では言ってるんですが、以前、ええ、2010年頃もですね、そも、水田さんが主催したライブで、まあ、水田さんが遅刻をしてしまって、劇場から無期限の,あの出禁を受けたということがあったんだと、ははい、でこのときもです、ねまあ、水田さんはです、ね、あの申し訳ないということで、川西さんに解散を逆に今度は、水田さんからもしてたということがあったんですけど、謹慎、はいええまあ、が解かれることを待つことにして、この時は解散を。 逃れたと、はい、まあこういうことがあってあの2人はよりそのまあ漫才というのが自分たちにとってどれほど大事かということをまあその再確認したというわけだったんですけど、まあ、今回ですね、まあ、ご自身たちはそういうことを言っていたんですがどうも我々の取材では会員さんの方がですね結構その漫才があんまりできないよというような状況になってしまったというのがまあ解散の引き金を引いたというふうに 聞いてますね、えー、まあ今後それぞれ活動していくということなんでしょうけれどこの2人の漫才また見たいという声は本当にあの和牛の漫才というのは本当にクオリティが高くてですねファンも非常にたくさんいると思うのでですねまあどういう形か分かりませんけれども今後もねぜひ2人の漫才どっかで見たいなという気持ちは私自身もねありますね。はい え今朝この時間は週刊文春電子版デスク村井源さんにお話を聞きました村井さんありがとうございましたありがとうございました